はいどうも元役者でファイナンシャルプランナーの井上洋介です。今日はですね、僕が今の運用スタイル、僕はですね、株式を6割、現金4割っていう形で、ね、まあ、比較的現金を多めに保有している方なのかなと思うんですけれども、なぜこの運用スタイルに決まったのかっていうところの理由をお話ししようと思います。で、先に結論を言ってしまうと、理由は2つあってですね、まず1つは、この6、4の比率で運用していっても、必要な金額っていうところは十分達成できるかなって自分自身で思っているからっていうのがまず1つ。 もう一つはやっぱりですね僕はあんまり投資のことばっかり考えたくないっていうところがあって自分が取れるところの比較的保守的な運用をして、まあ、何かあってもまあそんなに気にならないぐらいの運用しようって決めてるっていうところがあるのでもう少し具体的に解説をしていきたいと思います。では時間がない方もおられると思うのでまずは動画のポイントを解説していきます。 では、ポイントを解説していきますが、大前提としてですね、いろんな投資スタイルがあって、どれが正しい、どれが間違ってるっていうことは全くないので、ご自身の投資スタイルっていうところがいまいちこう判断できないな、悩んでるなっていう方が、まあ、この動画を見てですね、少しお役に立てればと思っているので、別に株100%で運用してるのも正解だし、現金多めで、もっともっと安全に運用してる方も正解なので、ご自身にとって何が正解かっていうところを考えるために、 参考にしていいただければと思いますではそれを前提にですねお話をさせていただくとまずポイントの1つ目ですが僕の場合はですねそもそもそれほどリスクを取って運用しないと老後資金が準備できないっていう状態ではなかったっていうところが、まあ、試算してもですねある程度出てきているのでちょっとツールを使いながらですね実際にこのポイント2にも書いてある通り自分にとって比較的保守的な運用をして それで月3万の積み立て投資してるだけでも十分備えができると僕は思っているのでツールをを使いいながらお話をしようと思いますでポイントの3番目ですが僕は自営業なんですねで妻も会社員の期間はありながらも基本的には将来基礎年金だけって考えているんですけれども会社員の方というのはですね厚生年金に加入されているので。 理論上ではより少ない金額で問題ないはずなので、そのあたりもちょっとお話をしようと思いますで。最後4番目ですね。ここはやっぱり僕の中でずっと運用しながら思ってることですね。僕はやっぱりお金の悩みをなくしたくて投資を始めたのに、投資のことに悩むっていうのはいい状態ではないと思っているんですね。で僕自身はやっぱりお金のことを考えずに行きたいという願望があるんですけれども、まあ同時に僕は欲深い人間だという、 お金ののの魔力に抗えなないいような人間だと思ってるる部分があるので、その自分をコントロールするために保守的な運用をした方がいいんじゃないかなっていうところを思ってこの運用スタイルをしているっていうところがあるので最後にこのお話もしようと思います。 今日のお話は僕が普段からよく言っている通り、年金というものを受給できると思われている方、たとえ将来減ってしまうとしても受給できると思っている方は、一体まずそれがどれぐらいもらえるのかっていうところを考えて、これをベースにして足りない金額を今の自分が老後に仕送りしてあげる。で、それ以外のお金は今の自分が自由に使ったらいいっていうことをよく言っているんですね。で今日のお話っていうのもそれが土台になってます。将来年金がどれぐらいもらえるのかっていうところを考えて、そこに足りない金額 っていうところを逆算していってその部分だけ老後に積み立てするで、その場合僕はそんなにいっぱい貯めなくてもよかったなっていう風になってるのでちょっとツールを使いながらその部分を解説していきますツールを使って説明する前にまず土台としてのお話をしておくとですね 僕はフリーランスなんですね。で、妻は会社員ですが、会社員でない期間もあったりするので、まあ、将来的には基礎年金っていうところがほとんどかなと思います。厚生年金はまあおまけでもらえるかなっていう感覚なので、現状僕たちが試算している分に関しては、厚生年金は満額だろうというふうに考えています。で、これが約80万円ぐらいあるわけですね、それぞれに。 将来年金は僕は減ってしまうと思っています。ゼロになることはないと思いますが、減ると思っていて、その減る度合いっていうところをマクロ経済スライドっていうところで大体、だいたい20%ぐらいは減るんじゃないかなと思っています。このマクロ経済スライドっていうところを理解できてない方はですね、違う動画で解説しているのを、詳細欄のリンクのところにその動画載せておくので、そこを深く理解したいって方はそちらの動画を見てください。 で、将来年金が減るっていうのも加味している。そしてそこからさらに税金とか引かれるっていうところで、おそらく年金生活者は収入の1割ぐらいが引かれるっていう感じなので、90%ぐらいが手取りかなと思います。でこれで計算すると、それぞれの年金手取りが57万っていうことなので、2人合わせて114万円ということは、1ヶ月あたり9.5万円ぐらいが受給できるっていうような感覚です。ただ、 国民年金だけだと正直これで生活することはかなり厳しくてここで不足する部分を全部投資で賄うっていうのは僕自身はちょっとしんどい要は今の生活の犠牲がかなり伴うなと思っているので僕自身は70歳まで年金を遅らせようと考えています。 で、これ遅らせることによってどうなるかというと、年金というのはですね、65歳から最大75歳まで繰り下げるということができます。反対に60歳から早く受け取るということもできます。で、この受け取り時期を変えることによって年金額っていうのが変わるんですね。で、ここもちょっと知らなかったっていう方はですね、それを解説している動画を詳細欄に載せているので、それも見てください。で、5年繰り下げるとですね、年金額っていうのを1.42倍にすることができるんですね。 で80万円の1.42倍というのがこの113万円になるんですね。それぞれが繰り下げるという想定をします。両方とも70歳から年金もらうということですね。で、これで計算をしていたら、2人の年金額の合計が手取りで使えるお金が13.5万円ぐらいあるっていう状態なんですね。で、これで足りない部分を投資で用意していくっていうふうに僕は考えています。 いいくら生活費がが必要なのかっていうところですが正直20万ぐらいありゃいけんのかなっていうのが僕の感覚ですがあんまり低く見積もって足りないってなってしまっても困るので、まあ、少し多めにですね23万ぐらいは必要なのかなと考えています。 この23万円から手取りで使える年金を引いたら9万5千円が足りないっていうことなんですね。つまり1ヶ月あたり9万5千円の不足額が発生するっていう感じになります。まあ、これだけ少ないのはどうしても自営業者なのでそこは頑張ってくれっていうところですね。自助努力っていうところで頑張りましょうっていうところですね。で、これが30年間、つまり70歳から100歳まで生きると想定した場合に生活費で不足する合計金額というのが3420万円になるんですね。 これに加えて介護の費用とかっていうところがプラス1000万ぐらいかかってくるっていうところなので4500万とかまあそれぐらいはかかるんじゃないかなと思いますちなみに今の例は70歳まで働くという想定でお話をしましたが75歳まで繰り下げることができると1.84倍になって1ヶ月の年金額っていうところが17.6万円で不足する金額というのは1ヶ月あたり5万4000になるんですねで75歳から100歳までの25年間 で、見た場合っていうのは、足りない金額が1620万円っていう感じなので、まあ、かなり圧縮することができます。で、一応僕自身は75まで働くつもりではいるんですけど、まあ、金額上はですね、75歳まで働きたくない人もいてると思うので、70歳でちょっと試算をしたいと思います。では、それを前提にですね、ツールを使いながら、どれぐらいの金額を投資しないといけないのかっていうところをお話ししたいと思います。で、今見ていただいてるのがですね、メイジアスのアセットマネジメント株式会社。 ロボワードのツールだと思うんですけど、まあ、いろんなやつが出されていて結構便利なので今回はこれを使おうと思いますこの投資シミュレーションというところではまず毎月の積み立て額とかリターンとリスクっていうところを入力した場合に将来どうなるのかでそれを取り崩しした場合何年持つのかとかっていうのが使えるんですねでこれ結構便利なので詳細欄にもリンク載せておきますで分かりやすく、えー、投資初期の投資額は0としましょうで1ヶ月の積み立てを3万円としますでまあ3 歳ぐららいいから投資始めたとうう想定にしましまょう僕は28歳ぐらいから少額ずつ投資していったっていう感じですねで今現在僕はもうちょっと積み立て額が多い状態なんですが一旦まあ3万円ずつやっていくという想定でしましょうで僕は70歳までは働きながらそれなりに稼いでいくっていう風に考えているので40年間仮に積み立てができたとしましょうでリターンとリスクっていうところですがこれはですね 下を見ていただくとここに参考数値が載っていて、えっとね、過去いい時のデータを使ってもしゃ仕方がないので、まあ、想定値っていうところを使いながらいきたいと思います、まあ、想定値も相当高いんでいまいち鵜のみにしない方がいいかなっていう感覚ではあるんですけどこういうふうに株式だったらとかっていうのが載ってるんですねリートだったらとかって載っていてで大体ね僕の60%株式40%現金っていうところはですねこのね成長重視型っていうところに該当するんですね で、ここみたいな、リターンが5.1%で、リスクが10.8%ってなってるんですけど、ちょっと高いかなという感覚はあります。GPIF のデータとかで見ると、もうちょっと低くなるはずですね。で、あんまり高く見積もりたくもないので、もう少しリターンの低い GPIF のデータを使いながらお話をすると、リターンが3.4%で、リスクが11%っていうのが、12かな。12%ぐらいが GPIF のデータ。 なので、まあ、これをを使って試算をしたいいと思いますで,これで計算ボタンを押すとですねこんな感じで出てきますね。投資のの元本というのが万円ですよとでそれに対して平均的な場合とか要は結果がどうなるか分かんないですね平均的な場合ともしかしたら悪いケースとか悪くて下に属する場合とかっていうふうにあるんですけど、まあ、平均的なところの数字を見たら2650万円っていう感じになってるんですね。 で、2650万円が積み立て投資してる段階で準備できるっていうことですね。ただ、この積み立て投資してきた金額っていうところを一括で受け取る必要がないので、今度はこれを取り崩し運用していけばいいっていうところなので、ここの取り崩し分析っていうところをやっていきましょう。こっち側ですね、金額っていうところで使っていくとですね、 六十70歳から100歳までの30年間を取り崩していくよと。で、リターンとリスクを入れた場合っいうのは何年も使っているところで、株6、現金4で僕取り崩し運用していてもいけるかなと思ってはいるんですけど、まあ、ちょっと保守的に株を30%、債券を70%ぐらいの比率にしたら、まあ、もうちょっと下がるので、それでちょっと試算をしてみたいと思います。で、そのリターンが2.2%で、リスクが6.8ぐらいなんですね。で、これで30年間って計算すると、 まあ大体リスク資産で運用した場合っていうのは全く運用しなかった時よりも1ヶ月2万3 0 0 0円って多く受け取れるよってこことなんですね。でこの9万いうところをさっきのここで見てもらったら不足額っていうところはまあほぼほぼカバーできるかなっていう感じなので、まあ、介護費用とかっていうところが今の3万では足りないかなっていう感じなんですけど、まあ、1ヶ月3万でもそれなりに不足額っていうところはカバーできるっていう状態ですね。 で、さっきも言った通り、僕自身は実際は3万円もっと投資をしてます。現状で言ったら積立人さん満額してるし、いでこっていうところも、さすがにいでこ満額をやってないんですけど、いでこっていうところも投資をしてるっていう状態なんですね。で、これはやっぱり僕は J 業者なので、やっぱりいい時と悪い時っていうところがあって、ある程度今はいい時って考えた時には、ある程度出せる分、積立できるときは積立しておく方がいいと思っているので、今は実際多めにしてますが、今の3万円の積立をした場合でも、ほぼほぼ国民年金しかな ないような僕ら夫婦みたいな状態でもある程度は老後の資金をカバーできるっていう状態なんですねで、こんな状態の僕らでこれぐらいっていうことは例えば夫婦共働きで厚生年金に加入されてる方っていうのはめちゃくちゃ投資しないとお金足りないっていう状況には陥らないと思うんですね今見ていただいているのはですね過去に動画で出した年金の嘘と本当っていうところでまあ、年金って結構ファクトフルネスだよねみたいなところの話をした回なんですけれどもそこでですね年収400万円の男性 別に性別は問わないペアで構わないんですけれども今回のケースでは年収400万円の夫と年収300万円の妻という2人で夫婦共働きで頑張っている人たちがいたとしましょうあくまでも一つの例ですね単身者の方はご自身の年金で計算をされるといいと思いますが例えばこのようなお2人だった場合というのはですね 厚生年金というのは、この計算式で簡単に厚生年金の金額を計算することができるんですね。で、ここで年収400万円で38年間厚生年金に加入した場合、で、計算をした場合っていうのは約83万円あるんですね。で、これに基礎年金を合わせると、 夫の年金が万円あるとで年収300万円の妻が38年間会社員だった場合っていうのは63万円の厚生年金があるっていう感じなのでトータル141万円があるっていう感じなので、まあ、合算したら2人で60歳まで働いてるという状態でもこれぐらいの年金があるんですね。で実際最近の方だったらここ38年じゃなくて43年とかだと思うんですね。22歳で就職して65歳まで働いたら43年です、ね、で大体ねたまに16万ぐらい増えるんで1年間あたり1万ぐらい増えるような ような計算になるんでもうちょっと多いはずですだから、まあ、少なく見積もってる計算でもこれぐらいあるんですねで、これはあくまでもマクロ経済スライドとか手取り額っていうのも加味してない状態で仮に20%の減少と手取りが90%ぐらいっていうのを計算しても月18万ぐらいは年金があるような状態なんですねそう考えた時に、まあ、決して年収がめちゃくちゃ高い ご夫婦だとは思わないですし、まあ、その場合でもしっかり働いてることによって年金が土台でこれぐらいもらえるっていうことは足りない金額を賄うっていうことですねでそれを踏まえて例えばシミュレーションしてみるといいと思うんですね例えば1.5万円しか毎月積み立て老後にできないようだいたいドル建て就寝とか保険で貯めてる方って大体いいこれぐらいの保険料を払ってる感じだと思うので、まあ、それを投資に置き換えるような感覚ですねで投資期間を30歳からまあ30年間60歳までやろうかな積み立てはできる かな？っていう感覚でま少、あ、し少なめに見積もった感じ。やってみましょう。で、これで株6割最近4割ぐらいで計算した場合っていうのは？だいたい投資元本が540万円で平均的な場合というのは843万円になるわけですね。で、これをまた取り崩しっていうのをしてみた時に30年間で受け取ろうと思った場合、っていうのはまあ、1ヶ月3万3000円ぐらい受け取れる可能性があるわけですね。まあ、当然これちょっとね。図見づらいと思うんですけど、要は？ どうなるかわからないっていうところがあって確率の問題でめちゃくちゃ長くいっぱいお金が受け取ってお金がむしろ減らない尽きないっていうケースもあったりしたら想定よりも早く尽きてしまうっていう可能性もあったりするんですけど平均的な場合というのは3万3,000円ぐらい受け取れるわけですね。ということは1ヶ月18万円にプラス3万3,000円の。まあ 税金が若干かかると思うのでそこはかかって引かれたとしても大体まあ21万ぐらいは収入としてあるって考えたら人によってはそれで生活できるっていう方もおられると思うんですね。 そうやって考えると何ろう、めちゃくちゃ頑張らないといけないっていうことでもないかなと僕は思うんですね。僕はやっぱり年金っていうところは僕たちの基本的に土台になるものだと思ってるしこれは破綻するものじゃないと思ってます現状のままちゃんと僕たちがチェックしていって維持させることができれば年金っていうところを土台にできることができると思うんですね。そういう方向で考えると何ていうのかなすごく伸びているセクターにまあ、一点投資しないとちょっと乗り遅れるとかって思う必要もないし例えば毎月10万円と 投資してるとかっていうまあ、投資アカウントを見てですね焦る必要もないかなと思うんですねあくまでも自分ができる範囲でできることをやるべきだと思いますで、それがやっぱり僕はなんか生活としての投資なのかなと思うんですね投資のことばっかり考えずにまあ大体これぐらいでもいけるだろうとかまあ保険入ってて保険料1万5000毎月引かれててまあ大体これぐらいになるだろうっていう感覚でいちいち毎日毎日保険どうなったかなと考えないと思うんですねあの投資と保険って全然違うものなのでリスクがあるものとまあそんなにリスクが高くな ものを同列で喋るのはよくないと思うんですけど、まあ、それぐらい生活の一部として投資をするっていうことも僕はまあ可能だと思うんですねだからそういう意味でそうなんだろう最近のそういう雰囲気に流される必要は全くなくて、まあ、ぼちぼちでもやれることがあるよっていうところがあってで実際僕もぼちぼちやってるっていうところがあるのでかそういう人もいてるっていうふうに受け取っていただくとまあ一ついいんじゃないかなと思ってますでやっぱり僕がこうやってぼちぼち投資していこうかなと思ってるのはやっぱり今のお金を将来に回すのが がまあ投資という行為だと思うんですね。老後資金を準備していくっていう時に、僕はやっぱり今必要。以上に老後にお金を回して老後にたくさんお金があっても別にそれって幸せな人生って、僕の価値観的にはあんまり思わないんですよね。適度な仕送りをして、老後もお金に困らないで、若いうちもそれなりに楽しめる。別にその。 老後を貧乏にして、今めちゃくちゃ楽しもうっていう感覚でもないんですよ。そんなめっちゃ贅沢してるわけでもないし、それでもなんか今の生活がもう全然楽しめないぐらい。老後にお金を回すのは僕あんま好きじゃないんですね。感覚的にというのと、あとまあ投資に。その。 思いをかければかけるほどやっぱ自分の人生の中で投資っていうものの要素が多くを占めてしまうと思うんですね。この投資が失敗したらどうしようとかって思ってしまうような状態になると僕はやっぱりねなんかお金のことばっかり考えてしまうようになると思うんですね。で僕本当に自分ってこうお金に対して距離を取っていきたいなって思ってるんですよ理想論としては。でも実際にできないなって思うんですよね。すごく弱い人間だなって思うんですよ。例えばすごい実の話なんですけど。 え僕のの演料はいいくらですっってててうのを設定してやってるでそれに対して「予算これぐらいあります」って言われた時に「えじゃあもうちょっと値上げしてもいけんの?」みたいな感じにか本来の価格設定よりも「なんかもうちょっと高くしてもお金くれんのやったらちょっとそれで言おうかな」って思ってしまうぐらいなんかこう目の前になんか転がってきたら「あなんか取ろうかな」って思ってしまうぐらいやっぱどうしても楽してお金稼ぎたいみたいな気持ちはどうしてもあるし何だったら仮想通貨で爆儲けしたいなみたいな気持ちも僅、まあ、かながらあるんです やらないんですけどそんなんで手にしたお金でみたいな気持ちもあるからやらないんですけどそれでもそう思う一面もあったりするぐらいなんだろうなぐらつくんですよねやっぱりお金ってすごい魔力があるんででもやっぱりいろんな本見てて思うのはお金がたくさんあったら何もかもが解決できるかって言ったら、まあ、なかなかそうじゃないんですよねもっともっとって思ってるやつってなかなか解決できないんですももううう万万おお給給料料ががが多多かかかっっったたらとといいろんななことが解決できるのになっていう考え方だと 20万増えたら増えた時にまた新しい悩みが出てもう10万増えたらなって思ってしまってこれって再現がないんですよねでそう考えるとなんかこうたくさん増やして物事を解決するっていうアプローチは僕は取らずにまあこれぐらいやってたら大丈夫だろうっていう感覚であってしかもそこでなんだろうなブレ幅がすごく大きくなった時にそこに期待しすぎていたらこのお金を失いたくないという僕の欲が出てしまうと思うんですねで実際に例えばリーマンの時とかを自分が想像した時に多分リーマンの時って僕同業者の 方の先輩とかに聞いてたらやっぱり FP ってリーマの時にみんな仕事なくなって就職とかしてもう FP 辞めちゃったっていう意見を聞いているんですねっていうぐらい多分本業のダメージが大きいと思うんですよでこの時ってどうしてもうわ売上下がってきたなどうしようかなっていう本業のお金の悩みっていうところが1個出てくると思うんですねでこれで自分本当に FP 続けていけるのかなやっていけるのかなっていう悩みがある時に 運用してるお金も同時に減っていくっていう、ダブルのダメージは多分自分はこう耐えられないなと思うんですよね。そうなった時に、とりあえず家族を守るためにと思って、 で、そのお金を取り崩してしまうことが起きる可能性があるかなと思っていて、要はそこに手をつけないとやっていけない状況が来てしまう可能性がゼロではないと思ってて、まあどんだけ保守的な運用してても、その本業がめちゃくちゃ傾いてしまったら手つけざるを得ないかなとは思うんですけど、それでももしそうなった時に、とりあえず投資のお金のことは考えずに自分の本業のことだけに集中できるぐらいの方が、なんか僕にとってはいいのかなと思ってて、今現在はなんかこの運用が一番いいのかな、落ち着いてるかなっていう感覚です。でこの後 あたりは本当にこう知れば知るほどあでもこっちの方がいいのかなとかあでもこういう考え方もいいのかなって本当に変わっていくというか自分の人生経験を積むのと同じようにか投資に対する考え方っていうのが変わってくるんですねとか自分が投資してる金額が大きくなってきた時にあ昔はこう思ってたけどやっぱり今やったらこう思うなとかっていう考え方が変わってくるので、まあ、これが1年後2年後また僕が動画を出してる時に言ってることが変わってる可能性はあるとは思うんですけど今現在 2021年の約末頃ですねの感覚としては今これが自分にとってベストっていうところがあるので一、まあ、つこういう人間もいてこういう運用スタイルを考えてるでその理由がなぜ生まれてるのかっていうところが一つ参考にしていただければと思ってこの動画を撮ってみましたもしこの動画がですね役に立った面白かったっていう方はぜひチャンネル登録そして高評価もお願いしますまた井上に相談できる個別相談サービスも始めたのでもし相談してみたいっていう方は詳細欄にその案内を載せているのでそちらもご確認ください 最後までご覧いただきありがとうございました。